サーキット50勝の記録を打ち立てた PGC10 に続く GTR として登場したのが、ケンメリの愛称で呼ばれる KPGC110 である。 PGC10 からそのまま受け継がれた S20 型ユニットはキャブレターにツインチョーク、ソレックス40杯を3連装、熱効率、排気温などを考慮したステンレス製のエキゾーストマニホールドが排気効率を高めるためにタコ足形状で装着されていた。当時としては珍しいリアスポイラーが標準装備され、空力やブレーキの装備は明らかに高速走行を意識したものとなっている。